プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上直也、31イコール大橋、がイカ、東京ドームで WBC 世界同級1位ルイスネリ、29イコールメキシコ、との防衛戦に臨む。イラスト、井上直也とネリの比較表、創刊100年以上の歴史と権威があると言われる米老保専門シザリングが井上、ネリ戦を特集。 ダグラス・フィッシャー編集長を筆頭に計20人の指揮者たちが勝敗を予想し、全員が井上の勝利を導き出している。20人のうち15人がラウンド数、12ラウンド判定を含む、まで予想。前半、4ラウンド、以内が1人、中盤、8ラウンド、以内が12人と計13人が中盤までに井上が決着するとした。 フィッシャー編集長は5から7ラウンドまでに井上が TK を勝利すると予測。同編集長は、ネリは危険な挑戦者だと思うとしつつ、好戦的だが、それに見合ったワールドクラスのスピードは反射神経はない。井上がネリの体に近づくかどうかはわからないが、彼のスピード、タイミング、正確さは試合の早い段階でネリを驚かせるだろう。ネリはプライドが高く、 カフなので中盤まではカウンターパンチを所々当てて生き残ると思うが、おそらく後半までには倒されるだろう、などと試合展開を思い描いていた。マタザリング元編集長のトム・グレイ氏は井上の8回 TKO 勝利と予想し、井上にとってネリが最も危険な挑戦者だと信じている、としながらも、ネリの剣は速いが、井上はもっと速い。ネリは強烈なパンチを持つが 井上はもっと強打だ。ネリは世界クラスのスキルがあるものの、井上はエリートクラスのスキルがある。後半までのどこかでボディーブローを決めるだろうと分析していた。